はい、どうも、Bレジェンド鍵谷です。今回はですね、先日、Bレジェンド鍵谷チャンネルが5000人突破ということでね、もうすでに5100人も突破して、もう5200人になろうとしてるんですけれども、5000人突破したことで、まあ5名様に欲しいプロテイン書いていただければプレゼントしますよっていう企画だったんですけれども、まあ早速ね、ちょっと今回ね、大人の事情でやるっていう話をしてたので、ちょっとまあ早速、ちょっと待ってね。大人の事情でと思ったんですが、ちょっとまずね、コメントが49件いただいているので、ちょっとね、読みながら検討していきたいと思います。結構ね、長くなるかもしれない。はい、あかね山本さん、あかねさんもいつも送れますね。5000人おめでとうございます。私はジム行ってる人よりママ友に広めてます。おー、私はミルキーが欲しいです。よろしくお願いします。ミルキーね、これですね。ツイートしてくれてます。たくさんの1回分プロテイン、送料対策もあるけど、私がこんなに持ってる理由は、ビーレジェンドを飲んだことない人にこんなに美味しいんだよって広めるためです。先月ジム変わったばっかだから、ジム友はいないけど、ママ友には徐々に広めていきます。見る限りみんなタンパク質不足だからね。うわー、マジか。おー、すごい、なんか、おー、 なんと素敵なお心。 B レジェンドのプロテイン、そんなに押すなら飲んでみようかなと、お友達さんからコメント入ってますね。おー、あー、ほんと、あ、なんかすごい友達とやりとりする。プロテインは未だに薬だと思って飲んでる。息を止めて一気にゴクリ。そうなんだ。行きつけの美容院でも美容師さんに紹介しました。同じジムに通い始めてくれましたよ。うちにもあるから配ろう。だって、うわー、なんかみんな嬉しいね。このマーさんって方もフォローしとこう。ちょっと話が変わってるけどね、このエミコンさんもフォローしとこう。で、あとこの友達のランランさんもフォローしとこう。はい、わあ、これはもう確実にあれだね。あかね山本さんはあれだね。これはもう大人の事情枠決定だね。はい。あかねさん、あかね山本さん、大人の事情枠決定で、なんだっけ、ミルキー欲しいって書いてるからね。ミルキー差し上げます。一人目はあかね山本さんで。このペースで行って最後まで行き着くのかな。愛優香さん、おめでとうございます。ビレジェンドさんのプロテインでお菓子、スムージーなど作って、女の子でも気軽にプロテインを飲めるようなインスタ映えを狙ってみたいです。お、いいね。私は抹茶が大好きだし、女の子は結構な確率、率で抹茶が大好きなので、こちらを試したいです。抹茶のチャラチャ風味希望。アイスはプロテインバーにもして、ジムで気になる方にもプレゼントしてみたいです。いいね。フォロワー様2000人超えです。必ずツイッターとインスタグラムで後日お菓子やプロテインスムージーのレシピ、写真も載せます。気合い、なんて書いてある、1、10、100、1000万、気合10万。でツイッターしてくれたよね。ツイート、B レジェンドプロテインはたくさんのフレーバーがあり、全部試してみたいです。朝フルーツと混ぜたりしてインスタ映えするプロテインスムージーを作ったりしてみたい。ジムで気になるあのマッチョさんとも B レジェンドでプロテイン乾杯してみたいです。いいね、ゆうかさん。じゃあゆうかさん、ぜひあの気になるあのマッチョとあの B レジェンドで乾杯してもらおうかな。で、あと、まあ、またあのインスタとかもね、なんかあのプロテインバーとかアイスとかもね、
作っていただければまた上げてください。でまたこちらの方にもご連絡いただければね紹介もしますので、はい、じゃあ愛優香さんに抹茶のチャチャチャ風味、これね2人目もう当選でいきましょう。はい、はい、続きまして生き生き乳酸菌さん、登録5000人おめでとうございます。大人の事情弱い弱いぞ僕、そもそもビーレジェンドで出会った機会が子供生まれたし体鍛えるか、あ何このプロテイン安ポチって、浅はかな感じでしたので、ビーレジェンド歴も浅いですし宣伝はですね僕の職場ではする必要はありません。会社が副業で経営している会社が副業で経営しているジムに通っている人の3割はすでにビーレジェンドでした。僕の目指す筋肉は戦う筋肉じゃなくて見せる筋肉、守る筋肉、ムキムキ仲間が増えればとあまり利用しないツイッターでツイートさせていただきました。もし目をつけていただけたならですね、僕一番好きなミルキーココア、ミルキーココア、あ、ミルキーか、ココちゃんってことか、ミルキーココアを望みます。 500g で結構ですし、ミルキーココアの生産が厳しいならミルキー味でも結構です。あ、満足です。 DLJ のこれからも応援します。生き生き乳酸菌さん、生き生き乳酸菌さんも、あ、それでツイッターでペコポコセットの画像を上げてくれてるんですね。ビールジェンド YouTube チャンネル5000人突破おめでとうございます。ああ、なるほど、ありがたいありがたいありがたい。地域乳酸菌さん俺フォローして、あ、してなかった、なるほどね、いいですね。はい、じゃあ3人目生き生き乳酸菌さんにしましょう。でね、なんか Twitter はねなんか1人しかフォロワーいなかったんですけど、ぜひね、またその会社のジムで3割 B レジェンダーだって言ったけど、逆に言うと7割 B レジェンダーじゃないっていうことだから、ぜひね、10割目指してご紹介いただければと思います。はい。ということで、なんかね、ツイッターの数じゃないんだよね。なんかね、いろいろね、どんな影響があるかなっていう。じゃあ、生き生き乳酸菌さんが3人目だね。で、ミルキーのポコちゃんですね。ポコちゃん、プレゼントします。はい、5000人突破おめでとうございます。抽選じゃないということで今度こそもらいたいです。波動拳風味欲しいです。 B レジェンド愛を吹き込んでおきました。 ETSMR ミスターさん、ツイッターこれはね、これはね、もう限りなくスパムに近いね、限りなくスパムに近いよ。山田さん、ちょっと待ってね、これ見せようかみんなに。ほら見て、これもうスパムだよねこれだけどまあ気持ちありがたいね、気持ちありがたいけど、なんかちょっとBレジェンドスパムだと扱われるとダメなんで、ちょっと次からはね気をつけていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、ETS ミスターさん、この方4人目にしたいと思います。はい、ということで、あと1人しかいないの、これ最後までいけるのかな。続いてポーヤポーヤさん、ラガマンプロテインよろしくお願いします。当たってくれということで、ツイッターですね。こんにちは、5000人突破おめでとうございます。家庭のルールでプロテインはバイトなどの自分のお金で買うルールなので、いつもなかなか手が出せないラガマンプロテインぜひお願いします。部活の仲間にたっぷり宣伝するのでお願いします。柿谷さん大好きやねんって書いてありますね。多分男子だよねこれねそうか、これはプレゼント企画用に多分アカウント取ってくれたんだね、ポーヤポーヤさん。ちょっとねまだ最後まで行ってないんですけど、じゃあポーヤポーヤさん、ラガーマンあげましょう。ポーヤポーヤさんぜひね、部活の方でぜひ、なんだっけ、友達にも勧めてください。今ラガーマン普段買えなくてもね、他の種類だったら買えると思うので、ぜひお友達も合わせて飲んでください。なんだろうね、クラブとかで買ってもらえるといいと思うんですけどね、なんかね学校とかでね。はい、じゃあ続きまして相川はじめさんかな。5000人突破おめでとうございます。地元に貢献したく、かつて奈良地域振興財団採用試験を受けた時、世界に誇れる奈良の産業のテーマで御社とふるさと納税について小論文を書いたのですが、すいません私の力不足で落ちました。え、どういうことどういうこと、すごい、あ、採用試験か、採用試験に落ちたってことか。残念賞でプロテイン WPI、 みんなのアイスココアください。朝食代わりに飲んでバリバリ働きます。今何の仕事してるんだろうね相川さん。ツイッターで投稿してくれてる、
安くて美味しくて安いです、しかも安心の国産ということで、ツイートしてくれてますね。すごいよね、採用試験に B レジェンドについて書いてくれてるっていうね。え、産業のテーマで御社とふるさと納税だもんね。うち B レジェンドがふるさと納税やってるんですよ。あ、そうそう、もうこれねついでだから言っとくけど、あのふるさと納税やってるので、もしね社会人の方だったらふるさと納税奈良県大和高田市でね出てきますんで、 B レジェンドあの2000円であの B レジェンドたくさん手に入りますから、ぜひ、ね、2000円の負担でたくさん手に入るので、社会人の方はもうぜひふるさと納税チェックしてください。ふるさと納税もちょっと URL 下に貼っておきますんでね。これあれだな、じゃあ相川さんもこれ6人目になっちゃうんだけど、相川さんも大人の事情枠いっとくか、5000人突破だしね、相川さんもいっとこう。はい、ミルキー1杯飲んどコーラ、波動拳をリピートしてます、できれば波動拳風味欲しいです、コピーの仕方わからないのでっていうことで、アットホームでくれてるんだけど、あーちょっとこれうまく僕も見に行けないな。なんかツイッターのなんかコピーの仕方みたいなのなんか動画で入れればいいですね。石黒妖精さんかな、プレミアムリッチココア、あ、僕は高校でウェイトリフティングしています、部活終わりに波動拳風味、就寝前にいちごミルク風味飲ませていただきます。おお、そうなんだ、記録もどんどん伸び1年生ながらインターハイに出られそうです。お、やるねー。今回プレミアムリッチココア風味にさせていただいたのは十分安いビレジェンドさんなんですが、他のものと比べると少し高くついてしまい、あ、プレミアムはね、高校生の財力では手が出せないのでこの機会にぜひということでお願いします。石黒妖精さん、そうか、まだゴールまで少し49人のゴールまでまだ少しいるんですけど、じゃあ石黒さんは出られそうですだけど、これまだ出てないのかな、ちょっとなんか怪しいな、怪しいけど、じゃあまあインターハイ出るということでインハイ祝いも兼ねて、石黒妖精さんもプレミアムのココアドリンクしましょう。何人目、7人目はい、でね、ぜひね、あの学校のチームメイトにもね、あの B レジェンド宣伝しておいてください、あの石黒妖精さんね。はい、じゃあ当選です。初めてプロテインを注文して、昨日この YouTube を知ってチャンネル登録したところで今日届きました。素早い対応ありがとうございます。鼻炎、慢性鼻炎、花粉症で匂いがしなくても美味しく飲めるものを探したくて13種のお試し購入しました。あ、ありがとうございます。アメリカの友達に写メしたら名前のセンスが面白いねって他の友人にも、ついさっき一杯飲んどコーラと南国パインあげたら、プロテインは不安で拒否してたけど親父ギャグな名前がすごいから飲んでみるって、名前ありきで買ってくれるっていうね。これを早速飲んでみましたが、とても爽やかな感じで薬品的な癖も全くなく飲みやすかったです。テコポコの練乳フレーバーすごく美味しそうなので試してみたいです。13種の中で匂いに関係なく美味しいものがあれば、ホエー以外にも継続したいと思っているのでお試しすごく楽しみです。私個人の大人の事情で URL 載せられないんですが、へー、今後も楽しい企画を期待しています。へー、なんかすごい、だからここに書いてくれたんだよね、大人の事情をね、まさにね。そうか、ありがとうございます。まあ、海外にもね、実は Amazon.com とかでも売ってるので、あのアメリカとかね、あとアジアの方なんかでも結構世界でも売ってるんですよ。なので、まあ、ぜひね、世界にも広げてもらいたいなと思うので、そうか、じゃあちょっとね、マルガン・グラントさん。この方も、実際なんか、ツイートしてくれたりしてるわけじゃないんですけど、なんかね、海外にも広めてほしいなとも思うし、なんかもうまさにあれですよ、もうこれぞザ大人の事情枠ですよね。ペコポコセット、ペコポコの練乳って書いてあるんですけど、じゃあね、ちょっとね、規定には達してないのもあるから、ペコちゃんのね、あの500の方、500のペコちゃんプレゼントしたいなと思います。マルランガントさんかな、なんて読むんだろう。はい、8人目、これちょっとやばいぞ、なんか上げすぎだな。
いつも愛用させていただいてます。5000人突破おめでとうございます。何度かインスタ、ツイッターでビーレジェンドさんの紹介させていただいてます。現在大学で準硬式野球の方で競技を行っているのですが、チームメイトに紹介したところビーレジェンドの愛用者が増え、また他の友達にも値段品質味が良いため紹介させていただいたところ、その友達も愛用し始めました。これからもビーレジェンドの商品を使わせていただきます。秋のリーグ戦に向けてバルクアップ中なので、増量コーヒー牛乳風味でお願いします。ゆう、増井さん、あ、ゆうますいさんもなんかよく出てくるね。名前聞いたことあるね。学生にもってこいのプロテイン。安くて種類が豊富で高品質で美味しくて飲みやすいです。ということで。そうか。野球か。じゃあちょっとね、もうこのペースだからもうなんか10人ぐらい行ってもいいかなぐらいのペースで行きましょうか。って言ってもこれ今9人目だからあれだけど。じゃあ、ゆうますいさんも増量プレゼントしますよ。で、チームメイト愛用者増えっていうことなんで、ぜひねチームメイトや友人にも、宣伝してください。で、ツイッター、インスタグラムもねぜひまた投稿してくださいということで、ゆうますいさん、増量コーヒー牛乳、10人で収まるのかな。で、じゃあ続いて、ともみなさん、5000人突破おめでとうございます。プレミアムリッチストロベリー風味お願いします。ビーレジェンド愛伝われということで、ツイッターいただいてます。あ、この人か。この人ね、あの僕あのいいねしてあったんだけど、これねちょっと見れますかね。面白い、すごいですよ。いきますよ。動画なんですよ。動画、あれ待ってない、もう一回これ、おや、マッチョ29、ビバマッチョに合わせて、ほら、ビバマッチョに合わせて、背中に、波動拳、ストファイト、ミルキーのポコちゃん乗っけて、後ろにビーレジェンドタオルを置いて、プッシュアップしてるんですよね。おう、これ、重さだーとか書いてあるね。これ、面白いね。なかなか凝ってるよね。ちょっと、あれだね、もうちょっと、いるから見ますけど、まあとも皆さん候補ですね。そうか、だったらやっぱあれだね、さっきのあの動画のとも皆さんですね。あのやっぱあれなかなかね、大人の事情枠としては適切ですよね。まあやっぱりね、結構クラブとか学校とか職場とかでなんか口コミしてくれてる人とか、まあ、ああいうやっぱツイッターとかね、フェイスブックとかで、なんだろう、投稿してやっぱフォロワー数が多い人とか、やっぱそういう人どうしても大人の事情枠になりやすいですよね。はい、ということで、まあ、じゃあ最後の10人目なのかな、はともみなさんで、あの動画ね、プッシュアップの動画を投稿してくれたともみなさんで、プレミアムリッチストロベリーですね。ということで、Bレジェンド愛伝われって伝わりましたよ。ありがとうございます。はい、ということで、まあかなりね、ちょっと動画の方長くなりましたけれども、まあ今回、まあ5名様と言いながら大人の事情でやってるということで、いきなり10名様になるというね、もうなんかこの辺りもね、Bレジェンドカギタニチャンネルらしいんじゃないかなと思います。はい、ということで、まあ今回は合計10名様にですね、皆さんのね、欲しい、プロテインをプレゼントということで、進みました。まあ、ポコちゃん当たった人もいるし、ストリートファイター当たった人もいたのかな、ラガマンの人もいましたね。またみんなね、学校やお友達、そして職場の方にもおすすめいただければいいんじゃないかなと思います。ぜひですね、この動画の方グッドボタン、そして、共有の方もねしていただいて、チャンネル登録ももちろんよろしくお願いします。まあ、動画の再生回数とかグッドボタンの数でね、またキャンペーンやっていきたいななんてことも考えてますので、ぜひですね、皆さんこのグッドボタン癖をつけていただければいいんじゃないかなと思います。ということで、今回は5000人プレゼント企画、5名をぶっ飛ばして10名様にプレゼントということになりました。またね、今度は6000名の時にやりたいなと考えておりますので、楽しみにしておいてください。それまでにさっきも言ったグッドボタン
キャンペーンとかね、なんか考えますので、またよろしくお願いします。ということで、今回これにて終了。またお会いしましょう。さよなら。